はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファイナルファンタジー15アサシンクリードフェスティバル、またやってきます。ちょうどここにフェストがあった、あるんだけど、あれ聞けない。キャプチャーザフラッグって書いてあるけど、あれ聞けないな。スルーしとこう。あ、メダル交換所こっちにもあるんだ。何あるんだ、向こう。今はとりあえずアトラクションを遊びまくってメダルを集めてるんだけど。バランス感覚が試されるな。やってみたらどうだ。そうだな、やってみるか。やんのかよ。あれやりたいのか、イグニス。何かがある。鍋の中からアサシンメダル取り出す。こっちにもショップあんな、武器屋か。ここも静かだな。うん、戻ろうよ。いらっしゃい。あ、ここは、あ、はい、ありがとうさん。普通にポーション類。イーグルダイブ絶景だったぜ。あの上の渡ってるやつやりたいんだけど、どうやってやるんだろう。橋渡り一緒にやろうぜ。橋渡り、ここ橋渡りじゃないし、メダルあった。あ、しかも結構渡ってるな。これじゃね。あ、これショップか。こんにちは。売ってるもの同じだね。同じだ。アサシンズフェスティバル開催中で、こっちは結構前にトラブルを解決した発電所。この辺にメダルあるんじゃね。あ、あった、メダル。あれ欲しい、欲しい、欲しいんだけど、これいけんのかな。いけなさそう。届かない。届かない。今度来よう。じゃあこれはアトラクションでは、どう見てもアトラクションではないけど、バイトイベントやってみるか。こっちが市場で、なんだこれ、トストエル食堂ね。なんかここでバイトするとかあったけど、閉じてるぞ、ほとんど。あ、フェスティバルに行ってるとね。わあ、ケニー、ケニーがいるよ。ケニー、ケニー足細いな。あー、忙しい忙しい、忙しくて目が回る。あーあー、誰か手伝ってくれないかな。ちゃんと働いてくれたらバイト代出すんだけどな。俺、正直そんな忙しそうに見えないんだけど。まあまあ、そう言わないでさ、頼むよ。まあ、バイト代もらえるならいいか。もう気が向いたらな。サンキュー、準備できたらまた来てよ。アルバイト、すんげえテカテカしてる。準備はもう OK だけど、バイトしてく。なにこれ。軽く働く、まあまあ働く、バリバリ働く、バリバリ働いてみせるか。じゃあ何やるの。料理を、お客さんからたくさんの注文を受けてオーダーされた料理を正しく運ぼう。難しそう。どんな感じなんだ。はい、すみません。すみません。はい、おい、注文聞いてくれ。注文お願い。テーブルバンズ。はい、はい、はい、違う。
はい、注文入りました。お待ちどう。待って、多すぎて覚えてないぞ、はい、お前どれだったっけ。お前これか。オッケー、どんな感じかは分かった。というかバリバリ働くにはちょっと難しかった。お、バイトしてく。どんな感じかは分かったから、まあまあ働くことにしよう。ノクトは、そうだ、バリバリ働くのは良くない。二人から注文を受けましょう。はい、注文聞いてくれ。はい、オッケー、注文入りました。できたよ。できて、はい、お持ち。ケニーがこれとこれ早速いただこう。はい、お持ち。で、これとこれ。いい匂いね。2人なら全然余裕だ。すみません、はい、ハードね。5人とか一気に5人とか、はい、注文入りました。注文してくるから、お待ちどう。はい、お待ち。はい、うまそうだ。はい、お待ち。いい匂いね。3人になった。本当にバイトじゃん。すみません、はい、ケニー、はい、ケニーどんだけ食うの。はい、はい、注文入りました。できたよ。はい、はい、お待ち。早速いただこう。はい、お待ち。おいしそう。はい、お待ち。いい匂いね。黙々とバイト。すみません、できたよ。これ最後の注文間に合うか。間に合うか。ケニーには渡したい。ケニーには渡したい。ケニーには渡したい。お持ち。あー、ギリギリ。働きだ。さすが僕の見込んだ男。はい、これバイト代ね。あ、バイト代がメダル。確かノクトは学生時代もオートのどっかでバイトしてたんだよね。王家の人間なのに。この辺人いないな。みんな大通りに集まってるもんね。ここホテルだ。本編でも泊まった。まあ一通りやったから多分ストーリー進行すると思うけど、泊まりますか。君と一緒に見たいものがあるんだ。うん、私もあなたと一緒に見たいって思ってたんだ。イーグルダイブ。え、はあ、何イチャイチャしてんの。何笑ってんのお前。ここでこの格好は暑いんだな。お疲れではありませんか。お部屋すぐにご用意できますよ。無料？え、それ泊まる。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。あ、この格好のままだ。ここにもメダル落ちてるっぽいけど。やっばい、これアサシンっぽい。まあな。これの数日後に何が起きるのかね。ああ、二人だとって暗いな。保存しとこう。これも保存しとこう。ノクト、町に帝国軍が来てる。はあ、なんで。奴ら王子たちを探してるみたい。たく、
なんでこんな時に。工場に大きな装置を運ぼうとしてるらしくって、ホリーがそれを止めようとしてるんだ。帝国相手に。それ心配だね。イグニスたちは？二人は車見に行ってる。分かった、プロンプト、ホリーの様子を見に行こう。ホリーのことお願いね。帝国来るんかい。行くぞ。よし行こう。ホリー大丈夫かな。帝国の奴ら見境ねえからな。急ごうぜ。フードかぶった。オッケー。あ、敵の警戒なら上行くっしょ。アサシンっぽい。もうフェスティバルどころじゃなくなっちゃったよね。たく邪魔しやがって。絶対に許さん。許さないのは親父の仇ではなくフェスティバルの方が。あ、メタルあった。こっちも行けんのか。いけない。パイプあたり。おお、下にいる。で、やるっけないのか。え、やっていいのかこれ。待てよ、バレちゃいけないんだから。どっか別のルートはないっぽいな。いや、これは決してバレてないのか。イグニスたちから連絡あったか。うん、車も包囲されてたって。マジかよ。ホリー助けたらすぐ取り返すぞ。うん、イグニスたちとも後で合流しよう。隠れる。隠れた。プロンプト、それ隠れてんのか。はい、盗聴する。どこで。冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れ。あ、バレてる。なら、この中に隠れて盗聴しちゃう？冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れるなんて。火力を制御するのがどれくらいデリケートなことか分かってないのよ。多少のリスクは織り込み済みだ。納得できないわ。属国市民の意見に耳を貸す義務もない。とにかく部下たちに渡したカードキーを返して。あれがないと中の状況を確認できない。その必要はない。お前たちはただ従っていればよいのだ。平和を与え、従わせてやっているのは帝国だということを忘れるな。余計なことをされては作戦に支障をきたす。連れて行け。ホリー助けるぞ。待って、今行くとホリーも危ないって。じゃあどうすりゃいいんだよ。分かんないけど、カードキーないと中に入れないとか、さっきロキの部下が持ってるって言ってたよね。じゃあ手分けしてロキの部下探そうぜ。そうだ、名前思い出した。ロキであいつ。カードキーを持ってるロキの部下を探す。ロキとあともう一人ね、部下がいたはずなんだけど。なんだこれ。何今の。あれ？はあ？攻撃が効かねえ。やべ、一旦引くぞ。能力低下、すんげえ下がってる。よ
待て、隠れきれてない。あっちに逃げんのか。ほら、隠れろと告げられてる。隠れる。え、発見されてんの。オッケー。プロンプトはどこに行ったんだろう。あ、シルエットか。お、オッケー、ジャンプはできてる。これだ。あ、なるほど、アラート式か。これで逃げ切った。しばらくここにいるか。大丈夫か。うん、どうにかね。一旦ホテルに戻ろう。よし、行くぞ。ホテルに戻る。なんか視界が。逃走方法をまとめ、ステルスマーカーで敵に目撃されていない。あれ、すっ飛ばされた。まあとりあえず隠れればいいんだ。この辺ぴょんぴょんは登っていけないか。これも隠れることができる。あ、なんか状態異常かかってるね。ホテルの入り口が封鎖されてる。じゃ別の入り口から入るまでだ。止まれねえ。あっちにシフト。あ、シフトした剣を足場にして登るって初めて見たな。あ、登れない。こっちか。あれ、いけない。はい、あ、いるいる。戦ってる途中で攻撃が効かなくなった。おそらくジャマー装置だろう。それがある限りはまともに力は使えないな。どうすりゃいい。とにかくカードキーを集めて工場内のジャマー装置を止めるしかない。だが力は使えねえぜ。ここはアサシンらしく暗殺かな。マジ？でも他に手はねえか。よし、フェスティバルに紛れてもう少し情報を収集しよう。ノクト、プロンプトと一緒に入り口にある塔から帝国軍の布陣を確認してくれ。わかった。私にも協力させて。ダメだ、危険な目には合わせらんねえ。ホリーは大事な友達なんだ。私ができることなら何でもするよ。しょうがねえな。じゃあ何かあれば頼む。では行こう。何でも